皆さんこんにちは、梶本拓典でございます。本日は住吉大社にある麻雀僕がんばるさんのご紹介をさせていただきます。今回はまず駅からの道順を麻雀僕がんばるさんの女性スタッフ3人と一緒に紹介していきます。お名前は？はい、奈良と申します。はい、お名前は？あかねです。はい、お名前は？愛です。はい、この美人3人と一緒に行きます。どうぞ。はい、まず南海本線住吉大社駅を出ましたら左手に、なんだっけ、住吉大社はい、右手には正解気が合ってないですね。はい、左手に大社、右手に公園があるところですね。まっすぐ高架沿いを突き進んでください。どれくらいあるんですか、まっすぐは？5分ぐらいですかね。5分ですか、近いですね。めちゃめちゃ近いですね。楽しみですね。じゃあまっすぐ5分歩きましょう。はい、結構歩いてきましたけど、もうそろそろ着くんですか？え、5分、はい、頑張ります。もうちょいまっすぐ歩いてください。はい、めちゃめちゃ近い。たったの5分歩いたら目の前に大きな道が出てきました。これ何通りですか？長井公園通りです。長井公園通り、ここまで出てきたらどうすればいいんですか？向かって右に回ります。向かって右、こっちですよ。ここからあと何分ぐらいですか？あと30秒です。ここまで来ればあと30秒だ。あと10秒だってはい、なんと、あ、もしかしてあれですか、僕頑張る噂のめちゃめちゃ近いですね。本当に10秒でした。はい、ようやく、いや、あっという間にお店までたどり着きました。皆さんお疲れ様でしたお疲れ様でした。あ、でもあれなんですよね、車の方にはなんか駐車場があるとか。そうですね、14台ご用意しております。すごいたくさん車が止められると。さらにタクシーで来られた方には、タクシーもレシートを持ってきてもらったら1000円までサービスさせていただきます。マジか。さらになんとお店の方にお電話いただければ送迎サービスを行っています。すごい、道が分かんない人も送迎してもらえるらしいですよ。皆さんじゃんじゃん電話してくださいね。こちらですよ。はい、もうこれ写真が飾ってあるようにですね、なんか女流プロの出勤もあるとかと。月6日以上、はい、毎月来られてます。すごいですね。じゃあ、その出勤の日とかいうのはホームページかなんかで。はい、ホームページで、はい、書かせていただいてます。こちらでーすチェックしてくださいね。なんか見るとね、この漫画もすごいいっぱいあるんですけど。はい、漫画も豊富に揃ってます。あれですか、セットとか抜け版の人とか結構読むんですか？そうですね、どなたでも自由に読んでいただけます。ちなみに一番好きな漫画は何ですか？私はこれです。あ、麻雀じゃないんですね。あ、ごめんなさいなるほど、リア、はい、こんな、いろんな漫画が揃ってますよ。フリーとかセットとかいろいろあると思うんですけど、どういう形態なんでしょうか？フリーとカスタクどちらもやってるんですけど、フリーは3人1で、フリー4択、カスタク4択になります。お得なパック料金みたいなのあったりしますか？昼パックあります、お得な。こちらの映像をちょっと参考にしてくださいね。あと何か他に特典があったりします？はこちらに個室があります。個室があるんだって。ちょっと案内してくださいよ。いや、これすごい個室ですね。空気清浄機あって、テレビがあって、エアコンがあって。いや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 、え、この個室って予約とかすればいいんですか？電話で。で、料金は1時間1400円です。普通のセット料金と変わらない値段で。あ、安めで、はい、皆さん、個室が使いたい方はぜひ電話で予約をお願いします。はい、ちょっと実は僕気になることがあるんですけど、お腹が空いたらどうすればいいのかなと。この店は出前が豊富にあります。
結構豊富にあります。いろいろ寿司、ほか弁、お好み焼き、とんかつとか、結構は中華です。チャーハン大好きです。一番お店の中でおすすめってなんかないんですか？はい、あります。これです。あ、頑張るカレー。あ、これいいっすね。ちょっとこれ僕食べたいんですけど。はい、早っ。あ、早っ。あ、これいいっすね。これ熱っうまそうだけど熱。あ、いい匂いします、いい匂いします。この後食べますから。はい、いただきます。はい、完食でーす。美味しかったでーす。ごちそうさまでした。はい、というわけでこちらが駐車場でございます。結構台数置いてありますね。はい、ね、はい、14台。はい、はい、というわけで、あーちゃん、僕、がんばるさん、皆さん、ちょっと今日はありがとうございました。ちょっと視聴者の皆さんに最後に一言ずつ、お店のセールスポイント一言ずつお願いします。はい、僕頑張るは毎日女の子もいてるので、またよろしくお願いします。はい、お客さんもみんなめっちゃいい人です。また来てください。新規のお客さんも馴染みやすいと思うんで、お待ちしてます。はい、というわけで住吉大社、僕頑張るさんまでぜひお越しください。よろしくねー。